どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。それでは皆さん、お階段の世界、ゆっくりとお巡りください。もう早々に実現してしまいました。すごい怪談師の方、来てくださいました。怪談社に所属をされています実話怪談の語り手、神間月高さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。来ました。行っていいですか？もう行きましょう。いいですか？じゃあちょっとお願いいたします。もちろんでございます。ありがとうございます。これは愛さんという男性がまだ高校生の頃に体験した話なんですが、体験した日時というのが実ははっきりしておりまして、うん、それが1995年の1月17日、その翌日のことなんですね、はい、その日何があったかというと、阪神淡路大震災でありました。もうたくさんの人が亡くなった未曾有の災害でありましたが、この愛さんという方が住んでいたのは兵庫県ではありましたが、震源地からは離れていたので大きく揺れましたが特に被害はありませんでした、うん、夜彼は自宅の2階、自分の部屋のこたつに入ってテレビを眺めていました。テレビの画面では倒壊した家や災害状況が逐一報道されていまして、その画面の上に名前が流れていく。それは亡くなった方のお名前なんですね。で、見ているうちに知っている名前もちらほら出てくるんです、うん、ああ、同じ学校の何々ちゃん亡くなってるって、同じクラスの何々くんも亡くなってる。ただ文字だけで死んだと言われても全く実感が湧いてこないんですね、はい、悲しくならないので、死んだという事実よりもこれしばらく学校ってどうなるんだろうか、そんなことの方に意識がいってしまったらしいんです、うん、でぼんやりテレビを眺めているうちに、カタカタと窓が開く音がしました。見ると自分の部屋の窓を開けて、同じクラスの男友達、仲のいい男友達が入ってくるところでした。いや、声をかけられて、おお、よく来たな、寒かったらまあ座れよ。こたつを進めるとその彼がストーンと座る。で、いや、地震すごかったな、彼に言うと、彼はテレビをちょっと見て、ああ、地震な、あ、確かにすごかったな、いやさ、これ学校どうなると思う？さっき自分が思ったことを彼に聞いてみると、はい、その彼もテレビを見ながら、いやいやいや、こんななってたら学校しばらく無理でしょう。だよね、いや俺なんか無事だったからさ、逆にちょっと悪い気がするわ。そんな話をしているうちに、ふと一つ二つ疑問が湧いてきました、うん、まずなぜ彼はわざわざ窓から入ってきたのか。別に普段から窓を出入りする場所じゃない、階段があるわけでもはしごがあるわけでもないんです、はい、あれ、そういえば窓鍵かけてたよな、なんて思いながら、ただそれよりももっと気になることがあったので先にそちらを聞くことにしました。お前さ、死んだよな。そう言うと彼が、うん、死んだよ、当たり前のように言う。この会話どういうことかというと、さっきまでぼんやり眺めていたテレビの上にこの横にいる男の子の名前が出ていたんですよ、あれ、あいつ死んだんだって思った矢先に窓から入ってきたから、ああ違うって、どう見ても元気そうだったので、あれ、じゃああの報道が間違ってたんだ、言葉を選ばずに死んだよなと言ってしまったら、うん、死んだよ、あっさり帰ってきたから、ああそうなんだ、納得するしかなくて、それ以上聞けなかったんですよ、うん、で、お前家大丈夫だったのって聞くと、彼、いや、わかんないね、軽い感じでそう答える。そりゃそうかと、死んでいるんだから死んだ後の家の状況がわからないのは当然だ、ああそっかそっか、ごめんごめん。すると今度は向こうから、うん、他に死んだ人いる？俺たちが知ってるので亡くなった人って誰なのって聞かれて、ああさっきテレビで見たあの何々ちゃん、ああ、はあ、はい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 、あと同じクラスの何々くん、マジで
俺結構仲良かったからショックなんだけど、いや自分も死んでるのに自分のことは棚に上げてショックなんだけどって喋ってる彼を見ていると、いや騙されてるよな俺っていう気がしてくるんですね、うん、どう見ても元気、血色もいいし、幽霊ってもっとこう青白い感じで陰気臭いよなっていう印象があったので、いややっぱ騙されてるわって、お前さ本当にさ本当に本当に死んでんだよなって聞くと、うん死んでるよ、あっさり答えられるから納得するしかないぞ、うん、やっぱり死んでるんだ、あそっかそっかそっか、そうなると不思議なのは、じゃあここ何しに来たの、わざわざ窓から入って何しに来たの、すると彼が、あいやなんかね順番待ちなんだよね、順番待ちか、はい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 、愛さんそう答えてるんですけど意味は全くわからないです、分かんない、彼が言ってることなんとなく全部うんうんってうなずいてしまうんですが、順番待ちって何のことと頭の隅ではそう思ってる、でそれを聞き返す前に友達がスッと立ち上がって、俺そろそろ行くわ、あえて嬉しかったたと言ってくるりと振り返り窓の方へ行き、入ってきた時と同じように窓を乗り越えて外に行く、外に出た途端に姿が見えなくなる、夜ですから外は確かに暗いんですがすぐに見えなくなって、開いた窓が一人でにゆっくりカタカタと閉まっていくのを呆然と眺めていました。窓が完全に閉まりきって、その後も状況が飲み込めずにしばらく動けないでいる、ようやくいや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 死んだやつが会いに来るってありえないだろという異常な事態に気がついて立ち上がり窓まで行く、彼が出て行ったその窓を開けて外を覗く、外に友人の姿はありませんでした。ただ家のすぐ前の住宅街の細い道にずらっと人が並んでいる、見える範囲端から端までびっしりと人がぎゅうぎゅう詰めになってる、はい、でその人たち全く喋らずにうつむいてゆっくりゆっくり歩いてるんです。ただその中には何人かお坊さんのような人たちもいるんですが、誰一人それだけ人がいるにもかかわらず喋っていないにもかかわらずシーンとしているのが気味が悪くて、なぜかわからないんですがこの無数の人たち全員死んでるって思うんです。でおそらく友人もこの中のどこかにいるんだろう、怖くなって開けた窓を急いで閉めた。でそこで友人の言葉を思い出す、順番待ちなんだってこれのことなんだ、なんとなく意味が分かったと愛さんはおっしゃっていましたが、震災のあった翌日にそんな体験を一度だけしたと話して聞かせてくださいました。そんなお話でございます。めちゃくちゃ怖いんですけど、あ、リアクションが遅いからやってしまったかなと思いましたね。違います。違いましたか、ありがとうございます。怖いですか。いや、なんか、はい、ありがとうございます。すごいもん見ちゃったって思ってます今。ああ、ありがとうございます。不思議な話ですよね。これでもずいぶん前に聞いて、私がもう大学時代に同期の人から聞いた話なので、はい、もう今からもうそうですね、もう何年も10年以上前に聞いた話になりますが、不思議なお話だなとは思いました。ちょっと一回整理してもいいですか。もちろんでございます。お話の内容についても 2、3点ね、ちょっとこう、はい、どういうことだろうって聞きたい話あるんですけど、はい、これ神間さん、はい、マシーンですねすいません笑ってしまいました、不覚にも笑っていいんです人間だから怪談始まってもう、はい、こんな引き込まれるかっていうぐらい。ようございました、ありがとうございます。状況とかすごく鮮明に浮かんじゃって、あ、そう、もうずっと僕もその部屋にいて、はい、不思議な友達との会話をしてるところを僕が目の前で見てるような感覚でずっと聞いちゃいました。あ、
ようございました。そのためにやらせていただいておりますから。素晴らしいですね。ありがとうございます。もちろん実話怪談ってことですけど、はい、そんなね亡くなった方がもうフランクに、はい、あれお前死んだよな、うん死んだっていう、普通にたわいもなくおしゃべりするかのように、うん、来たみたいですねその方は。だからまあ確かに私も怪談あまた集めさせていただいておりますが、中にはやっぱりザ・幽霊裏飯屋というふうに出てくるものも、おりますが、なのでこれだけフランクに出てくる、本当に死んでるのかなと思わせてくれる、幽霊というのは結構珍しいのかもしれませんね、話を聞いていて。でね、やっぱり亡くなってるから情報がないわけですよね、うん、他誰死んでんのって言って、あの子も死んじゃったかとか、そんな風なリアクションするっていうのも、そうですね、面白いですよね。だから自分が死んでるけれども、死んでる死にたてですから、自分が死んでるという実感もそこまでは多分ないんでしょうね。ないのかもしれないですね。だから自分の死は棚に上げてリアクションしてしまうと、いやいや死んでるんでしょあなたもというふうになってしまいますが、そこら辺がすごくリアルなお話だなとは思いました。思いましたね、はい、取材していてそれは思いましたね。あと行列ですよね。行列、言葉がね、怪談師として話させていただいておりますから、省かしてはいただいておりますが、実はその順番待ちなんだよというふうにその彼が言って、その前には今回たくさん人が亡くなったから順番待ちなんだよというセリフなんです本当は。はあ。ただそれはそこまで言ってしまうとちょっと説明が多すぎるかと思って端折らせていただいておりますが、あのね、多分亡くなってしまった方たちですよね、その行列があったわけじゃないですか、うん、お坊さんが何人か見えたっておっしゃってたんですよ。そうなんですね。そのお坊さんって、はい、亡くなった方なのか、それかその行列をちゃんと並びなさいよとか、なんかこう案内するような役をされてる方なのか分かりませんね。これがそこもね、なんか不思議だなって思ったんですよね。不思議な感じがしますよね。ただめちゃくちゃ絵が浮かんだんですよね、うん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 、おそらくはその、まあ、愛さんにしか見えていないのかもしれません。あで、しかもなんでその愛さんの家の前で行列が作られてるんだってね。あ、それも不思議なことでございます。確かにね。ただ私この話のいいなと思うところはですね、怪談というのはまあ数多聞いていらっしゃると思いますから、はい、いろんな怪談があると思います。もちろん怖いのを期待される方多いと思いますし、幽霊が出てくるのがいいというふうに思われる方もいらっしゃると思いますが、中にはこうちょっといい話であったり笑いできたりだとか、はい、滑稽なものだったりとたくさんあると思いますが、怪談の大きな、魅力の一つは亡くなった方に会えるかもしれないというロマンだと思いますね、はい、うん、それをこう多分に含んでいる話だなと、思っていて、でこれ大丈夫ですか、私喋っていて。いや、もうぜひお願いします。 ありがとうございます。東日本大震災の時もやっぱりたくさんの方が亡くなられて、はい、残念ながら亡くなられて、でいろんなこうルポドキュメンタリー本とか、映像が作られましたね。で私もそれをこうちょっといくつか読んでいると、それまではこうやって助かりましたとか、体育館に避難してこんな生活をしていますみたいなことを、つらつらと淡々と綴っている内容のものを読んでいても辛いんですが、ただその中に2ページだけ、はい、私の読んだ本の中に2ページだけ階段出てくるんですよ。でそれが避難して、東日本大震災で震災あって避難して体育館の中で暮らすと、しばらく暮らすと、そうすると電気ついてませんから周り真っ暗なんですね、うん、はい、で音も静かなんですけど、その中を車が走ってくる音がするっていうんですよ、うん、で車だと、無事に走れてガソリン入ってる車って珍しいなっていうので、うん、誰が来たんだろうでみんな出てくるわけです。そうすると車が1台止まって中で運転してた人が出てくるんですね。そしたら何々川、その地元の人はすぐ分かる、何々川に今火の玉がたくさん出てる、みんな行きませんかっていう。でそしたらみんなが、もちろん車には全員乗れませんが、あ、その火の玉もしかしたら行方不明になってる自分の家族かもしれないって言って歩いて川に行くんです。ゾロゾロ川に行くんです。そうすると川にたどり着くともう火の玉はいない、消えてるんですね、残念ながら。でみんなが何て言うかって言ったら、あ、幽霊でもいいから会いたかったなって言うんです。その2ページだけそんなことがありましたって階段を書こうとは思ってらっしゃらないんですが、うん、ルポとして載っているところがあるんです。これはまさにその階段が持っている魅力の一つ、亡くなった人に会えるかもしれないという部分なんだろうなというふうに思いますね。そう考えると、ただ怖いことではなく、階段が必要になる瞬間が
もしかすると人間にはあるのかもしれないなというふうに感じますね、はい、いや僕も常々思います。そういうね、残された人たちが救われる替え玉なしってありますよね。まあ、もしかしたらそれはそうなのかもしれませんね、いやもうずっとお話聞いていたくなってしまいますが、いやこの方ね本当に怪談を愛しているんだなというのがねすごく伝わってくるという、はい、そんな方です。ゲスト深津さくらさんです。お願いいたします。はい、どうも怪談と結婚した女深津さくらです。よろしくお願いします。あの怪談と結婚した女っていうね、まあ、異名をお持ちですが、はい、これ本当嘘偽りないなっていう、過去2回を見てね私そう確信いたしました。 ありがとうございます。本当にお好きなんですね。そうなんですよね。怪談をこう取材してあの書き起こして、あちょっと疲れたなと思ったら怪談聞いて寝るっていうような生活を送ってますね。じゃあ早速、はい、今回もいいですか。はい、じゃあ私の今回大好きなお話をさせていただけたらなと思います、はい、ものすごく不思議だなというようなお話です。あの長野県でですね、僕地元です、長野県。そうですか、はい、あの養鶏鶏をずっと育てておられる一族の方がいらっしゃるんですけども、はい、そこが、今2万羽ぐらいその養鶏をされていて、でその養鶏場があって近くにお家を持っているというようなところなんですけども、うん、親子3代でずっとやられてるんですね、はい、で、息子さん、お父さん、そしておじいさんのこのお三名の方それぞれに不思議なお話があるっていうような感じの方 で、ええ、でこのおじいさんが体験されたお話っていうのが、うん、すっごくこう趣があると言いますか、はい、このおじいさんマサルさんという方なんですけれども、このマサルさんが、この養鶏業を始めたのがもう20代の前半の時、うん、マサルさんのお父様がそれまで小さくやられてたんですけども、もう創生されてしまって早く亡くなられてしまって、うん、で自分が引き継がなければいけないということになった、うん、でもマサルさんノウハウを教えてもらってもいないし、どういうふうに鶏を育てたらいいのか、あの流通させたらいいのかっていうことも分からず、でも家族みんな支えていかなければいけないというプレッシャーの中で、こう日々もう毎日毎日忙しく朝から晩までずっと鶏の世話をしていたんですね、うん、でその当時は何千羽という規模だったそうなんですけれども、朝から晩までずっと鶏のそばにいて鶏の声を聞き続けていたんですけれども、ある冬の日、はい、真夜中にマサルさん自分の部屋で寝ている時にふと鶏たちのこの甲高い叫び声を聞いてガバッと目が覚めるんですね、うん、で何かあったんじゃないかなというような、とってもこうなんかパニックになっているような声だったので、急いで養鶏場に向かうんです。でバンと扉を開けると、こう細長い養鶏場に鳥がこうわっとカゴが並んでいて、奥の方で何かバタバタ鶏が暴れている、羽が散っている、うん、でよく見たらその通路のところをちょろちょろと狐がこう行き交ってるんですね、うんうん、で狐っていうのはこの鶏捕食対象としてだけじゃなくて、その遊ぶためにこう1回で何十羽も殺してしまうっていうので、絶対に養鶏場に入れたくないっていうものだったんですけども、どっかから入り込んでしまった、うん、で、あ、大事な鶏がやられてしまう、そういうふうに思ってマサルさんもう駆け足でそっちの方まで近づいていくんです。でその間もずっと鶏が鳴き続けている。で狐がピュンピュンとこう鶏に襲いかかって、でジャンプして楽しそうにしている。でちょっと待てと声をかけようとしたその瞬間に、養鶏場のその天井のところから丸太のように太い鶏の一本の足がぐわっと出てきて、うん、その狐に蹴りかかるんです、うん、バシッバシッと
狐はそれを避けようとするんですけども、その巨大な鶏の足がバシッバシッとやって狐に当たるんです、はい、そしたら狐がキャンと泣いて、そのままどっかからこうちょろちょろと逃げるように去っていって、そしてその巨大な鶏の足っていうのはそのままヒュッとまた天井の方にいなくなるんです、うん、そして鶏たちは落ち着きを取り戻す、うん、でそこからマサルさん思うんです、あ、鶏って神様みたいなものがいるんだ、うん、この養鶏場はその鶏の神様みたいなものに守られているんだ、うん、それからマサルさん毎日その仕事を始める前に鶏たちに手を合わせるようになったと、そういうお話なんです、もう丸太ぐらいなので、はい、本当に普通の鶏の足から比べたらもう何十倍も大きな足ってことですね。本当に巨大な足が天井からこうズボッと抜けてきたというようなね、すごく不思議なお話ですけどもね、まさに鶏の中のはい、神様みたいな存在の足みたいな、はいはい、もうキングみたいなね、それが追い払ってるわけですね、すごいものが上から来てという、はい、のが狐の方が追い払ったと、うん、はい、そうやってじゃあ神様なんだ、はい、そういうふうに、まあ、マサルさん思って、でまたより一層ニワトリたちに愛を注いで、はい、またどん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 発展して、それが3代も続くってことになるわけですもんね。そうなんですよね、はい、でさらにその息子さんのお話をしてもいいですか、マサルさんの息子さんのお話、はいはい、この息子さんもすごく不思議な体験をされていて、中学生の頃学校が休みの日にそのお父さんマサルさんと一緒に養鶏場の中でいろいろこうニワトリの世話をしていたんですね。で昼間だったんですけども、こう黙々と餌やりをこうやっていたら、同じその敷地内に住んでいるおじが小さい子供、この甥っ子ですね、うんうん、を連れて養鶏場に遊びにやってくるんですね、うん、でその甥っ子はもうよちよちと歩けるぐらいになったものすごく可愛い盛りで、で大人たちからも蝶よ花よというふうに可愛がられていたんですね。でおじがその子供を抱いて、ほら鶏だよ、触ってごらんというような感じで遊んでいる、で微笑ましいなっていうのでマサルさんと息子さんとで見ていたんですけれども、うん、それから少ししてそのおじの奥さんが養鶏場に入ってくるんですね、はい、そしてそのおじさんと言い争いを始めるんですよ、うん、あんたと、もう子供を大きくなるまで養鶏場に入れないっていうふうに約束したでしょと、こんな不潔なところに入れて子供が病気になったらどうするの。でそれに対しておじさんは、いや大丈夫だ、何を言ってるんだと、失礼な、うちの子供はみんなこの養鶏場で大きくなってるんだから、うん、お前は潔癖なんだというような感じで、そこで夫婦喧嘩が始まるんですよね、うん、でいやちょっとこれはそっとしておいた方がいいかなというので、あんまりこう介入せずに黙々と仕事を続けるんですね、うん、マサルさんと息子さんで、するとあれいないいない、向こうの声で聞こえるんですね、はい、息子がいない、でさすがにどうしたのっていうふうに声をかけたら、今こういうふうに話をしていて、ほんのちょっと目を離しただけで息子いなくなってしまった。でも養鶏場はこうまっすぐ続いている、もう見晴らしのいいところで、でさらにこの頃にはその外から獣とかが入らないように二重扉にしてあったもんですから、外に出ようがないんですね、よちよち歩きの子が。いやどっかにいるんじゃないかというので、みんなで探すんですけど見つからないんですよ、うん、一体どこにいるんだ、おかしいおかしい。で頭をひねっていると、この奥さんがあれあれ何なんか聞こえない言い出すんですね。でみんなで耳をこうやって澄ませると、ずっとけたたましく鶏が鳴き続けているその声の中に、何か人の声のようなものが混じっている、うん、よく聞くと女の人の笑い声なんで
ですね。アハハ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 ハ
どんどんどん女の人が増えていく、増えていく、声が増えていくんですよ、うん、で、あたりもうずっと女の人の笑い声にずっと包まれるんですね。あっは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 、それが嘲笑されているような感じの声なんです。あざ笑っているかのような声、うんうん、一体何事かと思っていると、おじさんが養鶏場に地面に頭をついて土下座をするんです。お願いします、息子を返してください、お願いします、お願いします。あたりはもうずっと女の人のわっは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 という声で、息子を返してください、お願いします、お願いします。呆然と見ていると、だんだんとその笑い声というのは引いていって元の鶏の声に戻る。で、マサルさんが、まあちょっと落ち着いて一回警察に連絡した方がいいから、あんたたち電話してきなさいと言って、でその夫婦、おじ夫婦は分かりましたっていうような感じで自分たちの母屋に戻っていくんですね。で、マサルさんと息子さんで、もう一回この中探そうよということで2人で探し始めるんですけど、それからほどなくしてまたその夫婦が駆け足で戻ってくる。いました、いたんだ、どうしたっていうふうに聞いたら、電話をかけようと思って急いで家の玄関開けたら、その玄関開けて廊下があって、そこに座布団があって子供が寝かされていた。返してもらえた、返してもらえた、よかった、ありがとう、ありがとうと、そういうお話なんですよ。まあこう、ね、鶏、ね、はい、のことをちょっとこう不潔だとか、はい、まあ、そういう言い方をしてしまった、バカにしたからそういうふうに取られかけてしまったんじゃないかなと。で、養鶏場で育てられている鶏、当然ながら全部メスなんですよね。はあ、そうか、卵を産むから。はい、なのでその女性の声、女性たちの声っていうのはなんとなくこうガテンがいくと。はあ、これも不思議な話ですね。不思議ですね。でもまだ、だって3代に続くってお話されてましたよね。はい、そうなんです。で、このマサルさんと息子さんの、さらにその下の息子さんのお話、はい、この方が私と同い年ぐらいの男性なんですけども、で彼が子供の頃、うん、もう本当に物心ついた頃から鶏と触れ合うっていうのが当たり前になっていて、うんうん、で自分のその友達のようにこうずっと触れ合って過ごしていたんですけども、鶏ってその卵を産めるその時期っていうのが限られていて、産めなくなってきた時期っていうのが来るとその食肉として出荷されると、そういう運命にあるんですよね。で卵の頃から、ヒナの頃からすごく大事に育てていたその子、鶏たちが今度出荷されるんだよっていうふうなことを聞いた時、うん、ものすごくこうショックを受けてしまうんですね、うん、本当は嫌で嫌でたまらない、手放したくない、考えたくない、でもその自分の親たちがこういう仕事をしている以上、あんまりこういう感情を表に出しちゃいけないんじゃないかっていうことを幼いながらに思うんですね、うん、お父さんやおじいちゃんを困らせちゃいけないと。なのでその出荷が決まってその日が近づいてくるまで、もう一人でもう夜な夜な布団をかぶってこう泣いてたそうなんですね、うん、で最後の夜、養鶏場の中で明日出荷される鶏たちをこう撫でながら、ありがとう、ありがとうって言うようにして、そして一人でお布団の中に夜入るんですね。でも眠れないんですよ、うん、もう明日お別れだなんてもうどうしても受け入れられない、悲しい悲しいで、ポタ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 静かに泣いていたら、ふとこの布団にすっぽりかぶった足の先に何かふわっとしたものが触れるんですね、うんうん、あったかいです。
そしたら今度はこの腕のあたりにふわっ、頭のあたりにこうふわっとしたものが来て、で暗い中で触ってみたら、それはもう自分のよく知っている鶏たちの手触りなんですよ。気づいたらこの自分のお布団の中が鶏たちのこのふわふわとしたぬくもりでいっぱいになっている、うん、でそれでほっと安心して、で、あ、みんなみんなってこう撫でているうちにふと眠ってしまった。で次の朝起きた頃にはもうその鶏たちは出荷された後でガラーンとなってしまっていたんですね。でも彼曰くきっとこの僕が一人で泣いているのを彼女は分かって慰めに最後来てくれていたんじゃないかなと、そういうお話なんですよね。本当の意味の羽毛布団って感じですよね。そうです、生羽毛布団という感じですね。すいませんでした。いやでもなんかごめんなさいね、この3代にわたってやっぱりね、そのあ、その完全な僕邪魔してしまいました。そんなことないです。なんで言ってしまったんだろうっていう、ストッパーがねバカになってるんですよね。言わなくていいと思っても言っちゃったっていう、ね、まあ、パターンなんですけど、ただやっぱりね、その3代にわたってやっぱりこう、はい、ニワトリたちと一緒に生計を立てて、ニワトリたちがね暮らしの、ね、ためにと、はい、ってことで、まあ、愛情を注いでっていうところをやっているご家族だからこそのなんか、はい、そうですね、やっぱりニワトリただの動物じゃなくって心が通い合った大事な存在なんだなっていうのがすごく伝わる3つの話ですよね。そうですね、もうそのずっと日頃から愛情を注いでいるからこそその結ばれた絆だったりとか出来事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあね、どの動物もだと思いますし、ただ鶏って、結構ね神道の中でもかなり神聖な動物だったりもして、はい、そうですよ ね、 ね神社の入り口には鳥居ってありますけど、あの鳥居の鳥居っていうのは鶏なんですよね。はい、そうですよね、はい、やっぱりこうアマテラス大御の神じゃないですけども太陽神、やっぱりこう鶏というのは朝を知らせる、まさに太陽が昇ってくる時に鳴く、ね、鳥だったりもするので、なんかそういう部分でかなりね、なんかこう神聖視される鳥動物だったりもするみたいですけど、はい、昔から信仰を集めて、そしてこの人の生活をこうずっとこう支えてくれているという存在ですよね。ねえ、いやー、なんか3つの話どれも非常に興味深いですね。はい、面白いですよね。長野県のその山の方にある、はい、経営者の一族と話なんですね。まあ、ただやっぱりそのご家族が本当に鶏のことをね大事に思っているからこそのねお話なんでしょうね。はい、そうですね、うん、はい、いやびっくりしたな、最初大きな足があって本当に鶏の中のキングみたいな存在が、はい、鶏の神様がいるのかもしれないですね。ね、見てるのかもしれないですよね。でやっぱり大事にしないと、はい、バカにするとね、そういったいたずらもするし、はい、子供もねこう取られかけてしまうし、心を通わせると最後そうやってね姿を現して、はい、お別れも言いに来てくれるしっていう、はー、いやーすごい話ですね。ありがとうございます。数ある中でもこの話は好きなんですよね。そうなんですよね、とっても不思議で、それでいてこう怖いだけじゃなくて、うん、いろんな感情をこう想起させるといいますか、これが怪談の魅力が詰まっているなというふうに思うんですよね。やっぱりすごいわ、もうねもう何年も収集されてきて300以上話があるから、はい、いろんなパターンのお話をお持ちですねそうですね、やっぱりその体験者の方の数だけ階段があるなっていうのすごい思います。思いますね、はい、その職業の数だけ、はい、そうですねその地域の数だけ、はい、ね、さあゲストはですね、お笑い芸人の立花ビッチさんです。お願いいたします。よろしくお願いいたしますご結婚もされてるっていうね、これもちょっとした話がありまして、え、
私もう40を超えたおじさんなんですね。で、まあ、収入もなく社会的に立場が弱者なんですね、ええ、なので結婚してなくてもですね、こういった指輪つけることによってですね、あの人フラフラしてるように見えて実は家庭持ってしっかりしてんだと、こう社会からこう見られるんですね、うん、だからパフォーマンスのための指輪です。これはおすすめします皆さんに。はい、なんだその話。内緒ですよこれ。内緒じゃないんですよ、はい、こういう風貌だからちょっとこう面白おかしい方かなと思いきや、でも階段はね真摯に話されるし、で確かに、あ、結婚されてるんだってやっぱ前回思ってて、あ、そうでしたか。実はそういうとこしっかりされてるんだなと思ってたんですけど、それ違った。まさに僕はもう術中にはまってたんですよ。はまってられますね。はまってられますね。なんで一回はまってられますね。お腹一回区切ったんですか。スーッとお願いします。そこはありがとうございます。今回はどういった話なんでしょうか。今回はちょっとですね、まあ、とある大物怪談師の方の話に、はい、非常に似た話なんですけど、大物怪談師と言いますと淳二さんですね。稲川淳二先生。淳二さんって言うと高田さんの方思っちゃったんですけど、あ、そっち行っちゃいますか。あんまりいないですよ、稲川さんのこと淳二さんっておっしゃる方。ちょっと尊敬を込めて淳二さんとお呼びしてるんですけど、 レジェンド。え、はい、稲川さんの怪談有名な話なんですけど、似たお話を聞いたことがあるってことなんですか。はい、そうなんですよ。どんなお話でしょうか。僕は北海道のとある港町出身なんですけど、そこは元漁師がたくさんいる町なんですね、うん、僕も同級生で漁師になっている人何人もいますし、まあ、代々家系が漁師だよっていう家族ばっかりが住んでる地方なんですよ、うん、でその漁師さんに聞いた話なんですけど、やっぱまあ、そこの家族っていうのが、まあ、その漁師さんがいて、うん、で息子さん、奥様と息子さん、そしてまあ、ご両親ですね、おじいさんおばあさんがいてっていう家庭なんですけど、まあ、お盆のとある日に息子さん、お孫さんですね、うん、おばあちゃん、ちょっと遊びに行こうよ遊びに行こうよ、うん、でまあちょっと遊びに行こうかって、まあ、外出るらしいんですけど、海に行きたいって言うんですって、海で遊びたい、まあ、でもそのお盆に海っていうのは非常に危険と言いますか、まあ、行っちゃいけないよっていう言い伝えがその地方では結構有名なお話で、結構沖縄なんかだとね聞きますけど、その北海道の方でもお盆の時期は海に出ちゃいけないっていう、近づいちゃいけないってまず言われてますね、はい、でもまあ子供がどうしてもね、孫は可愛いもんですからだだこねるんで、まあ、ちょっとだけだよ、あんまり近くに行ったら引っ張られちゃうんだよなんて、でまあ、海辺に遊びに連れてってらしいんですね。でちょっとまあ遊んでるし、だん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 やっぱ海辺に近づいていっちゃうんですって、うん、で危ないよ危ないよって言ってたけど、まあ、案の定波にさらわれてたらしいんですよ、うん、その孫さんが。で大変だってことでおばあさんも助けに行くんですが、もうおばあさんのその力ではとてもじゃないですけど泳ぐ力もないですし、うんうんうん、で沖の方に流されちゃったらしいんですね二人とも。で偶然釣りをしていた方がそれを見ていて、で助けに行ったらしいんですよ、うん、でも助けに行きますが、息子さんはなんとか、お孫さんはなんとか助けることができたんですけど、おばあさんは見つからなかったらしいんですね、うん、はい、でその日からもうもうみんなで捜索ですよね、うん、警察なんかも巻き込んで捜索して、で、まあ、1日が経ち2日経ち、まあ、結局見つからなかったんですね、うん、でまあ、死体も上がんないままそのお葬式という形になっちゃったらしいんですね、はい、でまあちょっと悲しい気持ちずっと引きずったまま、でも漁に出るたびにその息子さんも、まあ、おばあさんの姿いないかなって探したりなんていう日が1年続いたらしいんですけど、その1年経ったまたお盆ですよね、はい、今度その息子さんが海に落ちちゃったらしいんですね。お孫さんではなくてそのお父さんの息子さんの方が、はい、そうですね、はい、で網に足を取られて海に転落してしまったと、はい、であ、またかと、また親族で海に水難事故だ、まあ、急いで探す、まあ、同乗していた仲間の漁師も海に飛び込んで探しに行ったらしいんですけど、まあ、結局見つからず、うん、でまた警察とか巻き込みまして捜査して、2日経った夜に見つかりました、うん、
で警察からの電話が来たらしいんです、はい、で家族総出でその身元確認ですか行ったらしいんですよ。だから港の麓にある倉庫に遺体が安置されていると、はい、でビニールシートがかぶされてるんですって。青いビニールシートがで、うわーなんで死んじゃったのなんで死んじゃったのなんて言ってで奥様は泣きながら、ね、お孫さん抱っこしてでちょっとあの警察の官の方が、あの確認だけお願いいたします。でバッとシートを外すともう間違いなくその漁師さんだったらしいんですね、はい、であの警察の方がおそらく事件性はないと思われますっていうらしいんですよ、うんはい、まあそれは当たり前なんですよね。そうですよね。その事故で転落してますから、うん、どういうことかなと思いまして、であのシートを全部外したらしいんです。そうすると足、その遺体の足に網のような釣り糸のようなものがぐるぐる巻きになってたらしいんですね。はいはいはい。でもそれで身動きが取れなくて亡くなったんじゃないかみたいな、溺れてしまったんじゃないか、はい、話だったんですけど、その遺族の方その足に絡みついてるものを見て血の気が引いたって言うんですよ。何ですか。それ何かというと1年前に亡くなったおばあさんの髪の毛と全く同じようなものが足に絡みついてたらしいんですね。釣り糸じゃないんですか。はい、どう見ても髪の毛なんですって。人の髪の毛。はい。え、でその亡くな1年前に亡くなった行方不明になったおばあさんというのが白髪混じりの長い髪の毛だったらしいんですよ、うん、で警察官の方がちょっとあのこの足についてるものを何か調べましょうかって言ったんですけど、遺族の方々はもうお断りしたそうですね。でひょっとするとおばあさんが呼んだんじゃないかっていうお話なんですよね。まあ、実際に、まあ、調べてはいないんですよね。そうですね。釣り糸じゃなかったんですね。どう見てもその黒い黒ですとか灰色白、もうおばあさんの髪の毛と同じ色をしていたと。そうか、最初あの稲川さんのね、はい、有名なお話に似てるっておっしゃいましたけど、はい、あの稲川さんはねあの長い死体っていうお話 で、はい、そのねビニールシートが明らかに長い、はい、でそれをこうめくってみたら溺れて亡くなってしまった方の下にもう一人の別のねこの方の遺体がまあこうグッとこう掴んでいたから長かったんだっていう話ですけども、はい、まあ長い死体ってわけではないけども、もしかするとその足元におばあ様が、そうですね、別の形で引っ張ったんじゃないかって言われてましたね。はあ、でもなんかいろんなこと考えてしまいますね。まあ、それが本当におばあ様の髪の毛だとしたら、はい、もしかすると息子さん、まあお母様がねおばあ様ですけど、息子をね引きずり込もうなんてきっと思うわけがないので。そうなんですよね。もしかすると漁に出た息子さんが海に落ちてしまったっていうのは、もしかすると行方不明になってしまっていたお母さんおばあさんの姿が見えてしまって、それを助けに行ってよかった生きてたんだなんていう、あ、まあ、それも怖いですことなのかなとかね。でそれでまあね、運悪く事故に遭ってしまったのかなとかね、はい、いろいろ考えてしまいますけどね。ご実家の方で、はい、割と有名なお話なんですか。これは有名ですね、私の地元では。はい、あ、そうなんですか。あの稲川さんの話を聞いた時に、あれこれ全く同じような話あったよねっていう話にはよくなりましたね。やっぱりね、いろんな怪談話がありますけど、海が舞台とか、はい、川が舞台のお話って、やっぱり亡くなった方が本当に苦しくてもがいてもがいて亡くなってる分、うん、やっぱりこう、でもう藁にもすがる思いで引きずり込んだような形になってしまうというような話もあるっていうのが、うん、まあ、この水にまつわる怪談の特徴でもありますよね。なるほど、うん、ただまあそのご実家の方では誰もが知る
そうですね、有名なお話という、はい、まあ、こういうことってあるんですかね。で結果じゃあおばあ様の遺体はまだ見つからないままなんですか。まあ、そうですね、見つからずですね、はい、いやさあもうね、前回も大好評でございました。怪談師牛滝千佳さんです。お願いいたします。ようこそお越しくださいました。この世の裏側へ、怪談師の牛滝千佳です。よろしくお願いいたします。いやー、お願いします。怖かった。いや、ありがとうございます。まさかの2度目呼んでいただいて。いやいやいや、もう本当にね嬉しいんですけども、さあ、はい、今回はどういったお話なんでしょうか。はい、そうですね、あの何をねお話ししようかって思ったんですけれど、だってめちゃくちゃお話お持ちですもんね。そうなんですよね。でちょっとね、よそでも割と話して、番組とかでも話しているんですけど、あの見てる方がね、ちょっとまたこの話かってなるかもしれないんですけど。いや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 、もうねいいんです。もうあのでも圧倒的に多分初めましての方が多いと思うので、ちょっとね、あの幽霊お化けの怖さっていうよりも、一回みんな考えるきっかけになって欲しいなっていうお話があるので、はい、ちょっと聞いていただこうかと。どんな話なんでしょうか。お願いします。お願いいたします。これがもう十数年前に、ある津山さんという女性が体験した話なんですけれども、この方がとある電気会社の開発部でプログラマーとして働いていたことがあって、はい、でその時の体験なんですけど、で十数年前の年末近く、とあるプロジェクトを任されることになって、うん、8人のチームを組んで、そのプロジェクトを進めていくことになったんです。でその職場があるのがとあるビルの5階で、ワンフロアを貸し切って、うん、で8人のチームを組んでその仕事に就いてたんですね。うん、で年末近いっていうのにものすごく忙しくて、もう休む間もなくみんな必死で働いていて、でシステムエンジニアが設計した設計書をもとにこう仕事を続けていくんですけれど、その都度修正が入って何度も何度も繰り返していたっていうんです、もうとにかくみんな必死で働いていて、でこの時津山さんが担当していた部分っていうのが、資格がなければできないっていう顧客データベースを保存するっていう部署だったんです。ちょっと私も話聞いた時難しいなと思ったんですけれども、はい、資格が必要だっていうところを任されていて、で他の社員もみんなそれぞれ重要な部分担当していて、こう分散して仕事ができなくって、みんな根詰めて一生懸命働いてたんですね。うん、ただ唯一津山さんの斜め前にデスクに座ってる坂田さんという男性がいて、彼は津山さんが持ってる資格は持ってないんですけど、すごく優秀な方で、うんうん、エンジニアとしてもプログラマーとしても理解が早くて、彼にだけは唯一相談することができたそうなんです。うんうん、でこの坂田さん、まあ、非常に真面目で人当たりもよくって、みんなにこう頼られる存在って、うんうん、で自分が抱える仕事たくさんあるんですけれど、あちょっと坂田さんこれお願いできないですかねって言われると、あいいですよ、あいいですよって受けるんですね。はい、だからどん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 仕事量が膨れ上がっていってしまって、で誰よりも一番最初に出社してきて、誰よりも遅くまで働いていた、とにかく毎日必死で働いていたっていうんです。でこの職場ってものすごく静かで、聞こえるのってこのパソコンのキーボードカタ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 って音くらいで、あとはシーンと静まり返って、ある時このカタカタカタって音以外になんだか聞き慣れない音が聞こえてくるんですね。うん、カタカタカタガリガリガリカタカタガリ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 、あれ何の音だろうって思うんです。でこの坂田さんって真面目に働いたんですけど、ある時からちょっと頻繁に独り言をつぶやくようになっていて、はい、あれ大丈夫かな、席が近いっていうこともあったから気になって見てるんですけど、ブツブツなんかつぶやいて、でそのうちに妙な行動を取るようになって、パソコンの画面のこう隅っこだけをこうひたすら掃除したりとか、うん、しゃがみ込んで絨毯の毛玉をこう引きちぎったりとか、そんな行動が目立つようになっていて、である時
そのカタカタカタっていう音に混じってガリ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 って変な音が聞こえてくるんです。なんだろうな、カタカタガリ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 カタカタガリガリガリって気になってフロアの中見渡してみるんですけどよくわからない。なんだろうなんだろうと思って何気なくうっと見たら坂田さんが机に突っ伏してなんかやってるんです。はい、何って見たら白い紙に赤いペンで三角形をひたすらガリ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 って書き続けてるんです。はい、でも仕事量が膨れ上がっていって、あ、これはもうちょっとまずいんじゃないかと思って、でさすがに他の社員たちもそのことに気がついてこれちょっと課長に相談しようかっていうことになったんですね。で話を聞いた課長がすぐに坂田さんのところに来て、ちょっと坂田休め、お前今日もう帰っていいから病院行ってこいって言うんです。でそれ言われた坂田さん、え、何がですか、いや、みんなこんな大変な中自分だけ帰るわけいかないです、働かせてくださいって言って言うこと聞かないでそのまま仕事をし続けるんです。まあ、みんなも自分の仕事たくさんあるから坂田さんに構ってることができないでそのまま仕事をするんですね。はい、で坂田さんもそのまま仕事を続けて、でその後3度課長が坂田さんのところに来てちょっとお前今日帰れって言うんですけど言うこと聞かないでそのまま仕事をし続けて、でそれから1週間くらい経って今度坂田さんの匂いが気になり出すんです。匂いなんか臭くないって、いこれ坂田さんだよね、なんか臭い臭い、今まで誰よりも最初に来て誰よりも遅くまで働いていたと思ったけど、いやこれどうやら違うぞ、多分会社にいて家に帰ってない、お風呂も入ってないし延々と仕事し続けてるんじゃないかってみんな噂をし始めて、はい、でも課長がみんなのこと集めて坂田さんがちょっとトイレに行ってる間にちょっとみんな聞いてくれ、しばらく坂田のこと休ませようと思うんだけどみんなどう思う、みんなすぐに賛成してそうしましょう、私たちも大変ですけどちょっとこのままだと坂田さんまずいんで休ませてあげましょうって、ただ本人に言っても絶対に言うこと聞かないから親御さんに連絡することになったんですね。それが木曜日だったっていうんですけど、はい、お昼過ぎに坂田さんお母さんが会社にやってきて、で来客室で課長と話をした後にお母さんが申し訳ありませんって言って坂田さんのことを連れて帰ったんです。で夕方坂田さん本人から電話がかかってきて申し訳ありません、こんな大変な中しっかり休ませていただこうかと思います、あ、でも明日は必ず来ますんで、で電話を受けた社員、いや、あのしばらくお休みになるって話ですよね、大丈夫ですよ、お大事にしてください、申し訳ありませんって電話切ったんです。はい、でこの職場って朝9時が出社時間になっているんですけど毎日交代で30分早く来て電話番が1人つくんですね。で金曜日の日の朝電話番の人が待機してると8時半きっかりに電話が鳴って、あ、もしもし坂田ですけど、あの今日会社行こうと思ったんですけどちょっと体調が悪くて休ませていただこうかと思います、あ、でも明日は必ず来ますんでって言うんです。はい、いや、あの引き継ぎでしばらくお休みってお伺いしてますよ、大丈夫ですよ、お大事にしてくださいね、申し訳ありませんって電話切るんです。はい、真面目なんですよ、もうとにかく真面目で責任感が本当に強い方なんですね。そうなんです、だからもう誰かに迷惑をかけたくない一心で8時半に電話かけてくるんですね。それでも土曜日日曜日と全く同じ時間に明日は必ず来ますって電話かけてくるんですよ。あ、もう土日もお休みじゃないんですね。そうなんです、もうとにかく忙しかったと当時は。で今度月曜日の日の朝津山さんが電話番で待機していると、まあ、噂に聞いていた通り8時半きっかりに電話が鳴って、あ、もしもし坂田ですけど、あ、津山さんですか、すいません、あの今日会社行こうと思ったんですけどどうも体調が悪くて、あの迷惑かけて申し訳ないんですけど休ませていただこうかと思います、あ、でも明日は必ず来ますんで、坂田さんもうみんな分かってますよ、
もう今無理しないで余計なこと考えるのやめましょう、今は体治すことに専念してください、私たち仲間じゃないですか、もうとにかく今ゆっくり休んで、私たち坂田さん戻ってくるの待ってますから、とにかく今休んでくださいよ、申し訳ありませんって電話来た、あもう相当重症だなと思って、でこの日お昼ご飯を買いに津山さん近くのコンビニまで行って、で買い物を済ませて、建物戻ってきてエレベーター乗ったところ、はい、坂田さんが駆け込んできて、うん、え大丈夫ですか、無理しないでくださいよって、本当すいません、皆さんに迷惑ばかりおかけしてまして、そんなこと気にしないでください、もう途中で具合悪くなったりしたら早退するのはしてくださいよ、ありがとうございます、まあ、そんなこと言いながら2人でエレベーターで5階まで上がっていって、で止まって扉が開いて津山さんが降りると、坂田さん降りてこないから、うん、あれ降りないんですかって言うと、ごめんなさい、行こうと思ったんですけど、なんでだろう、やっぱ体調が悪くて、はあ、おかしいな、ほんとすいません、行こうと思ったんですけどやっぱり休ませていただこうかと思います、あでも明日は必ず来ますんで、そう言って扉閉まったんです。はあ、もうかわいそう、なんで来たんだろう、無理しなければいいのにって思ってデスク戻ってみんなにそのことを報告したら、俺もさっきコンビニで会ったよって、うん、いや私昨日会社内でありましたってみんな言うんですね、はい、なんだ来てるんじゃん、休めよなって、とにかくもう休むって話になってるんだから、無茶しすぎて真面目すぎるんだよ、そんなこと言ってみんなそれぞれ仕事戻ってったんですよ、まあ、それでも火曜日水曜日と電話をかけてくるんです、8時半、ね、8時半にかけてきて、ところが休み始めてちょうど1週間経った木曜日の日の朝、とうとう電話が来なかったんです、うん、であれ今日電話かかってこなかったね、本当だ、やっと休む気になってくれたかなって言ってると、お昼過ぎに坂田さんのお母さんが会社にやってきて、で課長と話をした後に坂田さんのデスクがあったところに来て、息子の私物を取りに来ましたって言うんです。で、あ、会社辞めちゃうのかと思って、坂田さん会社辞められるんですかって聞くと、お母さん、あ、いいえ、息子は死にました。え、いつですか。先週連れて帰ったあの日です。いやいや、いやちょっと待ってください、坂田さん毎日お電話くれてますよ、なんなら今週も会社来てますし、先週の木曜日亡くなったなんて、お母さん嘘ですよね。嘘じゃないです、親がそんな嘘つくわけないでしょ。あの子先週連れて帰ったあの日、部屋に閉じこもったっきり出てこなくて、夕食届けに行ったら、あの子喉にペン突き刺してて、何度も何度も刺したんでしょうね。部屋はもうすごいことになってましたよ。あの子は仕事に殺されたようなもんです。あの子のこと返してくださいよ。そう言って社員たちのことを睨みつきようにしてお母さん帰ってったんです。いやいや待ってよ、だって電話かかってきたよね。いや私も話してます、エレベーターで一緒になったし、コンビニもいましたよね、みんな話してるよね。え、じゃあ誰と話してたの。もうみんなパニックになってる、うん、そこに課長が来て、ちょっとみんな聞いてくれ、先週の木曜日に坂田が亡くなったそうだ、死に方が死に方だったから司法解剖回されて、やっと今日ご遺体戻ってきて、これから通夜なんだって。ただ職場の人には、ね、参列されたくないってお母さんの希望だったんだけど、でも俺やっぱり代表して通夜行ってくるから、悪いけどみんな仕事を続けてくれって、そう言って課長だけお通夜に出かけてったんです。夜7時過ぎになって課長が戻ってきて、確かに坂田さんが亡くなっていたっていう報告を受けて、首元にはしっかりと包帯が巻かれていたそうなんです。もうみんな何かあったら言ってくれ、
もう些細なことだって、俺じゃなくたって誰だっていいよ、なんか気になることとか辛いこととかあったら相談していこう、うん、で今日もう8時までに仕事終わらせて、みんな一斉に帰ろう、残業なしだ、みんなはいって返事をしたその瞬間、プルルルルッ電話が鳴るんです、はい、でみんなえってなって、もう誰一人として受話器取ろうとしないから、おいお客様だろう、誰か早く電話出てくれよ、もう仕方なく津山さんがガチャって電話出ると、あ、もしもし坂田ですけど、あのすいません、今日電話できなくて、朝からちょっとバタバタしてまして、あのすいません行こうと思ったんですけど、どうも体調が悪くて、あの休ませていただこうかと思います、でも明日は必ず行きますんで、そう言ってうわって、もう受話器落っことしちゃったんです、はい、その瞬間ブーンエレベーターが上がってくる音聞こえるんです、はい、みんな一斉にえって見ると5階でチーン止まって、スーッと扉が開いて、中から坂田さん降りてくるんです、で坂田さん降りてきて、フロアをこううろ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 しながら、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、ブツ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 つぶやきながらフロアの中うろ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 してるんです、でみんなえーって呆然とその姿を見ていて、でそのうちに自分のデスクがあったところにこうスッと座ると、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、今日はすいませんでした、明日は必ず、すいませんでした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 、ブツ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 つぶやいてて、の社員全員ただただ黙ってその光景見つめることしかできなくて、もう課長に至ってはコーヒーカップ持ったまんま固まっちゃってるんです。ただね、これ人間って不思議なもので、この状況をなかったことにしようと思ったのか、坂田さんがいる中でみんなそれぞれ仕事に戻っていったって言うんです、ふーんって言いながら、で津山さんもすぐ目の前に坂田さんがいる中でパソコンに向かってキーボードを打ち始めて、その間もずっとブツブツ、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、今日はすいませんでした、明日は必ず来ますんで、今日は 笑い声が聞こえて、えっ？って見ると、坂田さん津山さんの顔じーっと見て、明日も必ず来ますんでって言って、そのままスッと消えてしまった。え、今いたよね、坂田さんいたよね、見たよね、みんな見た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 、もう無理無理、もう帰ろう帰ろうって言って、みんな一斉にパッと仕事を切り上げて帰ってったっていうんです。次の日の朝8時半プルルル、もしもし坂田ですけど、明日も必ず行きますんで、8時半きっかりに坂田さんから電話が来て、次の日もその次の日も8時半になると電話が鳴り続けたそうなんです。でその後津山さん転職をして、はい、それからのことをわからないそうなんですけど、あれから十数年近く経つんですけど、時々年末近くになると当時の職場の同僚から、いやあの時は怖い思いをしたねっていう話になるそうなんですね。まあ、仕事って生きていく上で大事なものなんですけど、それで自分をこう失ってしまって、命を失ってしまっては元も子もないので、明日からもほどほどに島田さんも皆様も頑張っていただければという、津山さんという女性が体験したお話聞いていただきました、はい、いやそうですね、ね、やっぱ最後に言った言葉が全てですよね。やっぱりね、仕事ってとても大事なものですけど、はい、やっぱりね、生きて、ね、いることよりも大事なことなんてないし、そうですね、責任感がとっても強い方で、そういうことなんですよね、迷惑をかけちゃいけないっていうね、うん、そういう思いで亡くなった後も、もう普通に仕事に来てるんだろうなっていう感じですよね。あの途中からね、ずっと明日は必ず行きますんでが、
明日もという。そうなんですよね。そこがね、またその責任感であるとか、はい、うん、なんかこう切ないなという、明日はから明日もっていうね、そこに変わるところも何かいろいろ考えちゃいましたね。もうそこの電気会社は、合併してないんですけど、その電気会社の名前も聞いたんですけど、もうとにかく当時は大変だったと。もうとにかくみんなが必死で全く寝る時間なかったって。もうご飯もなんかその辺にあるものをかじったりとかっていう、とにかく必死で働いている中そういうことが起こってしまったっていうことで、前にライブでこのお話をした時にちょうど一番前に現役のエンジニアさんが座ってらして、はい、ライブ終わった後に、僕怪談が好きでいろいろ聞くんですけど初めて共感できましたって。あの本当に実は電話番だけっていうのがいるんです、うん、というのも必ずあの欠席者が出て、すいません今日休みます、でも明日は必ず行きますって本当に言うんですっておっしゃってました。だから電話番だけのスタッフがいるんですよ、だから僕この話すごい分かりますっておっしゃってました。今日は休みます、でも明日は必ず行きますっていう、はい、本当に辛くて休んだ方ってでもそういう風な言葉になるんですね、責任感の強い方って。そうだから、あの幽霊お化けってどうしてもあのおどろおどろしい幽霊が出てくるイメージですけど、この話を聞いた時にすごく現代的な、あのなんだろう、ちょっと現代の闇じゃないですけど、はっと考えさせられるなと本当に思いました、聞いていて。はい、やっぱり日本人ってね、人に迷惑をかけちゃいけないとかね、はい、うん、で仕事もチームでやっていると、うん、自分が足引っ張っちゃいけないとかね、で無理をして、やっぱりその中だけにいるとこう仕事が、まあ、これ学校でもいると思うんですけどね、はい、その場所にいるとそれが全てで、足並みを自分が乱しちゃいけないんだっていう、そうですね、責任感の強い人ほどね、うん、そう思ってしまいますけど、うん、でもやっぱりね、仕事というのは人生の一部で、はい、もちろんね、やりがいがあってっていうね、お仕事もありますけど、やっぱりね、自分の命楽しく暮らすそのためにね、ある一つのねところが仕事なのでね、はい、今本当にこうなって、いやいやそうは言っても仕事迷惑かけられないから仕事やんなきゃいけないんだよ、寝る時間削ってもって思ってる方いるかもしれませんけど、うん、ちょっと確かに一つね、はい、考えていただけるきっかけになったらいいなっていうお話ですね。島田さんもご無理なさる、お忙しそうなのでいや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 、でも僕なんか全然ですけどねお忙しいですから、とにかくご無理なさらず。いやいや、そうなるとほら、例えばこの今 YouTube チャンネルっていうのもね、今怪談の方はもう毎日配信とか、うん、怪運の方もって言って、はい、このスタッフの皆さんとかね、毎日これ編集してこう出していくっていうところで、まあ喜んでほしいっていう気持ちからね、そういうふうにしていただいてるんですけど、でもそれが当たり前になって、いやこれやんなきゃいけないんだっていうふうになってくると、多分どん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 こうなっていってしまうところと思うのでね、なんかね結構あの大体こういう雰囲気になります、このお話するとみんなやーってなっちゃう。いやそうなんですよねぜひね、無理のない範囲でお願いしますいやーねーなんかすいません本当にいろんな話をねここで聞かせていただくんですけども、もう途中からもう胸が痛くて痛くてしょうがないっていう感じでしたねお母さんとかもね、すごく辛かったと思うので、そう、あの女性の方、この話聞くと泣いちゃう方と、お母さんに気持ちを寄せる方とかもいて、男性の方は大体はぁーってなりますいやそうですよね、自分の子供がね、やっぱり子供に願うことってね、楽しくね、うん、友達たちとね、笑顔でね、人生をね過ごしてほしいって思うけどね、大事な仕事に、ね、就くことも大事ですけどね、そこでね、はい、大事な学校に入ることとか大事かもしれないけど、それでね、
勉強や仕事にね頑張りすぎてこう辛くなっちゃうんだったら、それってねきっと親は求めてないでしょうからね。そうですね。いやなんかいいですね、こういう話も。そうですね、ぜひなんか皆さんに本当に聞いていただきたいなって思いましたね。なんかちょっと考えるきっかけになればなって、今悩んでる方とかがいたら、一度よあの立ち止まって考えてもいいんじゃないかなと思います。ちょっとおこがましいかもしれないですけど。いや、はい、本当そう思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今回ですね、もう大好きな先輩芸人さんに来ていただきました。もうこの方ね、本当に面白い活動をされているという先輩芸人さんです。体験ルポ芸人のコラーゲン配合マンさんです。お願いします。お世話になります。皆さんどうも、はじめまして、コラーゲン配合マンと申します。ねえ皆さんね、汚いでしょ。どうして先輩って紹介して汚いでしょ。上の句と下の句おかしいですよ。すいません、いつも甘えちゃって口が過ぎますよ。あ、ね、でもまあ汚いのは本当です、うん、そうやとしてちゃんと謝って。嬉しいんですよ、うん、もうこちらこそずっとね可愛がっていただいてて。いや全然全然、いやそんなとんでもないです。もう何回かね人生の点でこう点で会うたびにも島田くんはもう売れていってはるから、もうびっくりするわ。もうだってコラーゲンさん芸歴で言うともう何年ですか。もう33とか。あの皆さん、はい、実はですねコラーゲンさんもともと NSC の方にもいた時期があるんですが、はい、なんとあの元雨上がりの蛍原さんとコンビを組んでいたこともあるっていう。はい、そうです。宮迫さんの前の相方なんですよね。そうですね、だから元になるんですよね、蛍原からしたら。元相方の元相方みたいな。すごいっすよね。で、まあね、もちろん漫才だとかコントだとかもやられてるんですけども、ここ最近はですね体験ルポ芸人です。これね、やっぱり世の中って僕ら知らないこといっぱいあるじゃないですか。その中自分だったりあとは指令を受けたりして、本当に僕らが知らない世界に、まあ、潜入をして、そこであったことを実際に、漫談で話すっていう。だからもうね、単独ライブなんかなると、今回はあそこに潜入してきました、その模様を話しますって言ったら、もう1時間2時間の長尺の見事なもう人間愛あふれた物語ができてくるわけですよね。ただもうお客さんはぐったりしてますけどね。あのちなみに今まで大体どんなところに潜入して漫談披露されてきましたっけ。もうほとんどがコンプライアンスに引っかかるものばかりですけども、はい、まあその時所属してたね、わははの演出家の多部さんいう人が、まあいろんな一致の聞いたテーマを出すわけですよ。そうですね、僕聞いてすごくびっくりしたのが、はい、あの SM 城の女王様が新たに奴隷を募集しますっていう求人広告が出たらしいんですね。まあ募集、求人ではないですけどね。まあまあ、なんだ、だからある意味だから、まあだからあれですよ、SM のマッチングアプリ的なのがあっ。私こういうあの女王様だけどこういう M 来るみたいな。でその数々のド M の方たちが、集まるっていうオーディションに潜入と思ったら、そこもすごいね、うん、いろんなドラマがあったとかっていうね。そう、はい、いやようでもやっぱ島田君やっぱり覚えてくれてありますね。あのね、本当に度肝抜かれるようなことって世の中あるんだなっていう。でその中にもちろん芸人さんなので笑いが入ってるんですが、やっぱりねそこにある人間ドラマ哀愁、そして思いやる気持ちって、なんかちょっとほろっとくるような、なんか大切なことを教わるみたいな、なんか本当に素晴らしいね本を毎回読んだかのようなね感動をお話を聞いて覚えるわけですよ。はい、本当に。だから皆さんぜひね、あのライブなんかも、あ、またね、あの後でそのお知らせありますけども、やられているので足運んでいただきたいなと思うんですが、今日はですねそんなコラーゲンさんが体験に行ったという話じゃなくって、はい、まあ、こちらね怪談チャンネルですから、はい、ご自身でも不思議体験があるということで、その話を披露していただけるわけですね。そんな、まあ、怪談っていう話でもないんですけど、うん、ちょっと体験した不思議な体験を今日はちょっとお聞きいただければと思っております。はい、お願いします。よろしいですか。お願いします。まあ、ずばり母親おかんの話なんですよ、うん、うちのおかん
はですね、まずじゃあどういう人物かっていうところから言うとですね、まあとにかくまあ愛が半端ないんですよ。愛情深い方、愛情深い、まあ親父がね逆にものすごいもう厳しかったから、僕兄貴とまあ2人ですけども、うん、まあフォロー係というか、うん、母親はもう僕ら2人にもありったけの愛を降り注いでくれとったんです。素敵なお母さんなんですね。そうです。まあ、例で言うと兄貴で言うとね、小学生の時に腎炎という腎臓の病気を患うわけですよ。もためらうことなくおかんは大丈夫、私の腎臓をあげるからとこう言うわけですよ。提供するっていう、まあ、実は兄貴は回復したのでね、そこには至らなかったんですけど、まあすごいやっぱり母の愛とはっていう話、はい、で僕に関して言うと、もうとにかくこの息子を売れないコラーゲンっていう芸人をなんとか支えようと、少しでも仕事をやらしてあげようとして、本当によく芸人さんのお母さんであるのはね、自分の息子子供さんの出てるライブに見に行くお母さんはよく言う、うん、でなったらノリのいいお母さんだったらテレビの企画でか、芸人の子供さんと一緒に漫才してあげてくれます。こんなんもよくあるじゃん、うん、うちのお母さん違うんですよ。僕の独演会の興行を売ってくれたんですよ。え、お母様が興行主こそう、おかんプレゼンツいや本当におかんが会場、地元京都の佐賀のコミュニティとかを抑えて、自分でお客さん集めてチケットも作って、自分で受付やって、当日最後豚館やってましたからね舞台監督さんって言ってね、本当に、まあ、小道具出したりとかっていうね、責任者ですよね舞台の。もうおかんが一人で、でも当日お兄ちゃんがちょっと手伝いには来てくれたけど、全部おかんが一人でやってくれて、いやそれも大真面目でほんまにやってくれてますから、またね、これはちょっと余計な話がしますけど、いいですか、おかんの話、はい、その時、まあおかんが、愛深きいう例として、聞いてください。そんな舞台を作ってくれるだけでもありがたい。でもやっぱ興行主として自分が知り合い集めてるから、やっぱこう僕のライブに先立っておかんがまず興行主として挨拶するわけですよ。はい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 、ね。でうちのね、息子のためにすみません、ありがとうございます、彼のブログを見てると今彼一人で全国を回ってるようですと、自腹で北海道から九州まで行く、中にはお酒を飲むお店でやじられて終わる日もあるみたいですと、ツアーのタイトルは僕の細道というタイトルでやってますと。奥じゃなくて僕の細道ね、僕の細道ね、はい、こうスタッフが考えてくれた名前は僕の細道というツアータイトルでやって、まさに細い道の日もあるみたいだったので、せめて地元京都に帰ってきた時は太い道にしてやりたかったんです、いうわけですよ。素敵なお母さんですね。ただありがたいですよ、僕戻ってきたんですけど、はい、では張り切ってどうぞ、もうやれないもうね、で おかんの知り合いが来てるから、もうおばちゃんちらはもう無理ださってなってる、出てきてヤクザ事務所行ってきて、こいつどんなやつやもうだからめっありがたい、愛が深いがゆえにもう何人かお客さんも泣いてますもんね。いやもう本当泣いてます。お笑い見るってよりもなんかもう頑張ってねっていう感じだから、ちょっとお笑いとしてはやりづらい空気ですよ、ね、はい、まして僕みたいなエッジの効いたことをやる芸人は、はい、親不孝この子みたいにでもだからそれくらい、まあ兄貴にも僕にもこう愛を二人に対して、でですね、この6年前からですね、そんなおかんなんですけど、やっぱりもう年を70超えてですね、認知症を患うわけですよ、はい、で施設に入るわけですよ。でやっぱり食べ方を忘れていったりとかですね、歩けなくなったりとか、だんだんこう表情がなくなっていったりとか、でやっぱ子供としてやっぱ辛いですよね。でなんだ、吉弘って言うんですけど、吉弘という名前ももう出てこなくなる、でまあやっぱ進行はね、なかなか難しい、こうなんとか遅らそう遅らそうと僕らも考えるんですけど、いや
まあ、で兄貴はその施設の近くに住んでくれてる関西在住やから、まあ、兄貴が大体のことをケアしてくれて、うん、お医者さんとのやり取りとか、で僕はもう東京からもうたまにやけど年に何回かそこの岡の施設でお笑いライブをやらせてもらってね、岡がやっぱ一番喜ぶし、でその瞬間だけは岡も記憶がちょっとやっぱ母親に戻るわけですよ。へえ、あれはようできてますよ、うん、全どんどんなくなっていく。でもすごいのは吉弘の僕の名前出てきるのにコラーゲン配合マンの母なんですけどって施設に行ってるんですよ。事務所にお考え言いに行って、でほんまにここでうちの息子のコラーゲンのライブをやらせてあげてほしいってほんまにおかんが営業取ってくれたんですよ。でそれくらい愛があったから、いや僕ができることはやっぱりこのおかんの前でライブをやることや、そうするとやっぱその瞬間は残るんですよ、うん、食べ方忘れててもコラーゲンの母だからライブをやらせてもらったあということはお礼を言いに行かんと、事務所の皆さんありがとうございます、ここまでのヒットエンドランまで生きるわけです、思い出そうですっていうことをやりながら、なんとか進行少しで遅くって、まあ、思ってたんですが、まあ、去年の2月ちょっと事態が大きく動き出して、はい、兄貴から連絡があって、お医者さんに今日こんなん言われた、選択肢は2つですと、1つは、延命治療するか、うん、もう今ご飯ももうと食べれなくなってきてたので、まあ、会うたび確かに痩せ細っては言ってました、だからここから延命治療していくか、うん、まあ、延命治療すると、まあ、生命は維持できますけども、これ未来があるものではない、絶対回復はもうありえません、はい、でまあ現実問題お金もどんどんかかっていきます、はい、もう一つの選択肢として静かにその時を待つか、うん、どちらがいいかというのを、まあそれは今すぐの話ではもちろんないんですけども、そろそろ身内の方の中でそういうのを、ちょっと決めておいて相談しておいた方がいいかもしれませんねって今日言われたんやって、それは去年の2月連絡があったわけですよ。これ辛いっしょ。いやもう辛いですね、はい、どっちがっていう、延命か静かに待つか、これどっちにしても今背負うかその先に背負うかの違いで、延命したってやっぱどういっすね向き合わなあかん問題、背負わなあかんでしょ。でじゃあ静かにって言ったら、でももうちょっとほんまやったらいいで、生物としては生きれたかもしれんのに、っていう、そこは背負わなあかん、はい、で一番不幸なのは兄貴と二人やから意見が分かれた時揉めるとか、どちらかだけに背負わしてしまわなあかんのかとか、いや俺が背負うのもやし兄貴、いやーっても思うんですけど、はい、いやでもせやな兄ちゃん、ほなちょっとゆっくり電話で一回しゃべろうと、4日後に、うん、ちょっとまあ離れてるから会うのは無理やから、まあ4日後にゆっくり、まあ今すぐやないとは言うてるけど、まあちょっとやっぱり話しようって、あ分かったいう話がもうできてたんです、はい、よっ過去って決めてたのに、はい、わずか2日後もっかいから電話かかってきて、はい、めっちゃ急変したらしいぞ今夕方、俺もちょっと連絡あって、もうちょっと今晩が峠らしいで、俺もちょっと出先なんやけど、まあ、1時間以上かかるけど、もうとら俺も病院に今いるから病院行くわって、マジか、もう俺も行くわって東京からやけど、うわって、新幹線の中でね、いやちょっと待てお前、そんなまだ今すぐやないけど言うてたやん、しかももう4日後この話をしようとしてこんな早く動き出すかと、まあやけどどっかでですよ、あのおかんのことやから、うん、こんだけ僕と兄貴愛を降り注いでくれたおかんやから、絶対2人が揃うまではずっと待っててくれると、どこかに根拠ないけど、いや根拠はあんねんとか、こんだけ深い愛やってんからって信じて早いってくれと思って、着いたんですよ、はい、2人とも間に合わないんだったです。コラーゲンさんは東京からだからもうまあ分かるんですが、4時間以上かかる、お兄さんって近くにいたわけですよね。兄貴はね、言うてもまあその県外で、まあ、滋賀県からでしたけど、もうそこの施設までまあ1時間半とか、まあ、2時間弱、まあ、僕よりはもうだいぶ早い時間に行ける。もっと言うとね、これ兄貴もそうですけど、兄貴の奥さんが
この奥さんが一番近いところにいたから、義理の姉さんですよね。その人は1時間以内についてるんですよ。間に合ってない、誰も間に合ってないですよ。だからあの僕なんかからしたらあと1便早かったらっていうもうレベルではないですよ。4時間半かかってるから僕もう夕方に連絡があったら1時間後に亡くなってるから、あらなんでやねん、なんで俺と兄貴揃うの待ってくれてんかったよおかん言ったらね、あのギリド姉さんが、私も最初はそう思ったんやけど、でもひょっとしたらこれ二人のためにお母さんそうしちゃったんちゃうやろかとこう言うわけです。二人のために、そうで、どういうことやとこう聞くとね、まあ姉さん曰く最初に姉さんついたでしょ、でもその時にも亡くなってるんですけど、まあ病室で亡くなったっていうのを確認しますよね。でもすぐ密になったらあかんからってすぐ出なあかんかったらしいんですよ。でまた兄貴と僕が来るの待たなあかんでしょ。で小さな待合室通されたと。でそこはあの自販とかのある、まあ想像つくでしょ、もうほんまに、まあ、そう狭い待合室で一人で待ってはった。はい、せやお母さんのこともうすぐ心配してくれてる友達おったからこのこと報告しなあかんなって、ね、LINE でその人が報告して、でその内容が二人とも間に合わなかったんやけど、でも今思うとひょっとしたらわざとお母さんやったんかなと思う。間もなく4日後二人はもうめちゃくちゃ辛い話をしなあかん、この二人にすごい十字架を背負わすことになってしまう、愛してる二人の息子にそんな辛い思いはどうしてもさすがにいかへん。そしたら何ができるかと、4日経つ前にもう自分の意思で先行ってしもたら二人は何にも背負わんで済む、そう思って最後の力を振り絞って命を燃やし切ったのではないかと。愛あるからこそお母さんわざと、そうじゃないと説明すかない、お医者さんもすぐでないって言ってたし、その2日後にもう本当に自分からもう意思を持って死に行くかのようなこの急展開、私は二人への最後にできる母としての愛やったような気がするねんって言うて LINE を送った瞬間明かりがスッて消える。え、明かりっていうのは電気、待ち合わせの。え、ごめんなさい、その LINE は誰に送ったんですか。あ、友達に。友達にこういう私は思うんだって送った瞬間にご自身がいた待合室の明かりがスッとこう消える。でもポッとまた明かりが灯るんですよ。すぐ復活したんですね。復活した、もう割とすぐで、姉さんの表現としてウインクのようっていう言い方をしてたから、もうだからこうこんな感じでね、こう暗転明転ぐらいの、これがね、おかんがそれをこう、まあ、そこに墓地いたとしたら「そやで」って言ってウインクしたように私は感じたという。であの不思議なことに姉さんってそういう霊感全然ない人なんですよ。でそんなことがあったらもう「いや」って言っても死ぬほど怖がる人なのに、なぜかその日は怖くない、むしろあったかい気持ちになっているとっていう話を兄貴と僕、そして姉さん、実はっていう。二人が来る前にこんな出来事があってって聞かされた時に、なんとなく僕らがはーってなって、なるほど、おかんが我々二人ではなくて姉さん選んだのも、おかんには二人の息子がいるわけですよね。で姉さんにも兄貴との間に二人の息子がいるんです。へー、全く同じ設定なんです、あんたやったらわかるやろ、二人の母として絶対に背負わしたなかった私の気持ちわかるやんなと姉さんに託したのではないかっていうのが我々のまあちょっと結論やった、まあそういった出来事があったという話でございます。いや素敵な話ですね。いやこれがね、あの事実としてこれはあって、その後我々がねその姉さんの見解、そしてそれを受けて僕と兄貴の見解っていうのが重なって、そういう筋が今できてるんですけど、まあどうなのかわからないです。命を最後燃やし尽くしたのではないか。でも確かにちょっと本当に急展開すぎるから、もうわざとかなという気も確かに、あの4日後にお話を2人でしようってあったじゃないですか。その時
もうごめんなさい、今聞いていい話しかわからないんですけど、コラーゲンさんとお兄さんってどうしようって思ってたんですか。うん、いや、わかんないです。兄貴はどうするかは聞いてないっすわ。ただけど僕どうしてたっすかね。その後確かに考えたような気もしました。もうそれは正直覚えてないんですけど、もうその前に結論が出てしまったから、まあだけどやっぱり延命お願いしますって言うてたような気しますね。もうだからそれはそのおかんのためというよりは自分のために、今悲しみを受け止めたないからという、ただ単に先延ばしにしてるだけでしょうけど、そういう結論出したんじゃない。だけどやっぱ兄貴はやっぱしっかりしてる人頭いいし、兄貴はほんまにおかんそれ望むかっていうところまで踏み込んだと思いますね。浅いのが僕で、兄貴はだからもしかすると2人の意見が、うん、同じものではなかった可能性はあったわけですね。ありますね。そうなるとやっぱりね、お母さんからするとずっと仲良くいてほしい兄弟2人の意見が対立してしまうって可能性があったかもしれないってことですよね。そうです。でもっと言うと、意見が対立しようがしまいが、でもその話をするってすごく辛いことですよね。そうなんですよ。そうか、やっぱり母親、可愛い息子、愛する息子2人にそういった大変な負担をかけたくないっていう、僕ちょっと勝手に思っちゃったのがですね、はい、なんかすごくお二人、コラーゲンさんとお兄さんのことを平等に、僕はすごく愛を注いでかれてた素晴らしいお母様なのかなと思って、だからどちらも間に合わなかったっていうタイミングだったのかなって、ちょっと僕は聞きながら、すみません、思ってしまいました。お兄さんだけが間に合うとかだと、ね、っていうね、コラーゲンさんはやっぱりあーってまた悔やんでしまうかもしれないしっていう、そんな中もうどちらの愛する息子たちにも最後会わないんだけどっていうね、だからどっちか一方に会うんじゃないんだっていう、そのタイミングもお母様が選ばれたのかなっていう、それもありそうですね。そういうおかんですわ。あ、絶対平等っていうのを大事にしてはったんでね。そう、いやだからなんかそういうのもあって、まあ亡くなってはしまいましたけど、なんか今もずっとね、まあまだ1年しか経ってへんっていうのはありますけども、すごくやっぱり身近に今も感じてますね。こうやってまたこう喋る機会を与えていただけるでしょう。これもまたあのおかんの供養やなとも思うし、だってもうとにかくコラーゲン配合マンを支えることに心血と命をかけて、その自分の人生のコンセプトとしてコラーゲン配合マンを絶対にやめさせないということで頑張ってはった人ですからね。多分これもまた喜んでくれてると思いますのでね。体験ルポ芸人コラーゲン配合マンさんですからね、また今後もね、全国飛び回っていろんな取材をして、いろんな方たちと交流をして、でそれでこうネタに消化して皆さんに話題に届けるって活動をやっていくんでしょうけども、お母様はきっと、ね、今後もライブ会場だったり、はい、テレビも一番見てっていう、本当にね最高のファンであり続けるんでしょうね。いや、そうだと思います。ゲストは体験レポ芸人コラーゲン配合マンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ライブ待ってください。お気に入り、ありがとうございました。